ラピュタやっちゃう、ラピュタ。ワクワクさんですね。今日は一体何を作るんだね。ワクワク、ワクワク。多分皆さんね、フォートナイトのビクロイを取るためにはどうしたらいいのかすごい考えてらっしゃると思うんですよ。で、僕の場合は基本的にフェイタルフィード、まあここに降りて、でこのまあアンチが入れば、このアンチないまでは資材回収、資材とポーションとか、まあポーションが一番ですね。ポーション一番で、まあこういう回復系とか弾とかね、弾薬箱いろいろ開けたりいろいろすることがあるんで、まあやってるんですけど、で例えばね、今のようにポーションがない場合はもうほんとポーションを探しに行くんですよ。もうそれこそ、それと例えばポンプが1本少ないとか、まあ、ショットガンこれあれば十分なんですけど、何が重要かってほんとポーションだと思うんですよ。ミニポを確保してポーションアーマーを100にする、それがベストだと思うんで、なるべくね、資材がまあ500以上になったらもう移動しちゃって、もうレンガ取る必要はないと思うんですよね。基本的にレンガは僕はあんま使わないんで分かんないですけど、レンガ好きな人だったらレンガ作る。でも結構ね、このレンガも美味しいんですよね。なんか昔より取れるんですよ、48ってことでね。でかい木ぐらい取れるんですよ、このでっかい集合体のレンガは。こういうの、ほらこれ43でしょ、もうこれももう48だ。もう結構もう木ぐらい取れるんで、まあ、ここのレンガだったら取ってもいいかもしれないですね。で、こういう風にポンプにつけたらポンプを二刀流させるとか。皆さんは松屋、すき家、皆さんのところに中ウってあります？中ウ。僕はあんまり知らないですけど、中ウっていうのは。すき家、松屋、吉野家、中ウだったら何が好きですか？うん。三種のチーズ牛丼、僕、毎回食べてます、それ。すいません。すき家が結構多いですね。松屋も多いっす。吉野家多いっすね。松屋あんまいないっすね。へぇー。松屋少ないっすね。割と少ない。松屋安いっすね。いや、結構安いっすよね。安くて美味しい。お腹いっぱい食べれるし、みたいな。そう、味噌汁もついててお得感満載なんすよね。敵いるわ。いや、3種食べようかな。ちょっとお腹空いてきちゃった、僕。さあ、立ち上がれ。髪の毛たちよ、スカブルトゥリー。スカブルトゥリー。スカブルトゥリー。スカブル、スカ、スカプルトゥリー。スカルプリー。惜しい。スカルプ D。薬用スカルプ D。言えたんじゃないの。さあ立ち上がれ、髪の毛たちよ、このワックスで頭皮に優しく。うん、やばすぎ。どこにいるの？うわっ、ちょっと前鏡にやってるからちょっとやめよう。ちょっとガチ姿勢にするわ。うん、絶対ビクロイを取る姿勢。ジジイ、骸骨みたいなやってんな、さっきから。お前か、許さない。君は千年二千年三千年経とうが僕は許すことはない。帰省したか。うわ、危ない。お前
やめて。なあ。なーにこのスナイパー撃ってる人。やばい。嘘。Oh my goodness! Oh my goodness! ジジイ、残念だったな。あの世で会おう。よし、やっていこう。残り9人なんで。あっ、うお、こっちか。うわっ、やめてくれ。麻生太郎、オーマイグネス、オーマイグネス、オーマイグネス、なんて日だ、チッチ。オッケー。いやー、着々ありがてえ。ありがたいねー。で、この時間だったら、僕はアーマー優先します。うん。まあ、人によってね、あの、ダメージが、例えばアーマー以上に体力が入られてしまうって考えたときに、まあ、優先するのは人それぞれだと思うんですけど、僕はアーマー持っときますね。はい。なるべく生存したいんで、なるべく生存の確率を高めるときには、僕は多分、僕の反射神経的には、多分体力まで削られることはほぼほぼないと考えてるんで、はい、ほぼほぼね。なので、できれば、まあ、パッて建築して、まあ、アーマー削られちゃって、みたいな。それでアーマー飲むことが多いんで、これにしてますけど、例えばその、反応が遅くて体力まで削られちゃった人は、しっかりメディキットまで持ってた方がいいと思います。はい。あれ、ずるくない？あのスキン。全然見えないんだけど、これ。見て、この、これやばくない？このカエルみたいなスキン。当たったわ。あ、敵いるんじゃね？残念だったな。残り2人。オッケー。できればこういうなんかこういう時は待機。スナイパーがいるかもしれないんで、これは絶対取りたい。この試合は絶対ビクロイを取れる。残り5人ぐらいまでいったら絶対取れるんで、まああとは本当に建築勝負で勝ってショットガンでやる。で、このショットガン1本しか持ってない時は結構詰められたらバン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 やられちゃうんで、できるだけ建築は圧倒的仕掛ける。持ってくるの。あと1人どこにいるんだろう。一発？オーマイグッネス、ジージー。ラスト、ワン、ワン、ワン。どこにいるんだろう。ラピュタやっちゃう。ラピュタいい波乗ってんね、いい波乗ってんね。今日もボクシングいい波乗ってんね、いい波乗ってんね。やっちゃう、やっちゃいます。着々持っとこう。やっちゃいますか。ラピュタ降臨。ラピュタ降臨させよう。私のラピュタだ。いや、一段高いな。この辺でいいだろう。いや、この辺ぐらいでいいや。これぐらいで作ります。ワクワクさんですね。今日は一体何を作るんだね。ワクワク、ワクワク。
今日は一体何を作るの？ワクワクさんですね。ワクワク。ん？怖い。うわっ。ワクワク。ワクワク。危ないよこれ。あんまりふざけてると危ないよ。どこにいたのかわかんないけど。まあ次のアンチになるところを強化していくっていうことで、で大体この辺になってくるんで、マップを見ながらどこの辺までがアンチになるのかって考えて、落とされたら死んじゃうんだよねこれ。でこれでさらに補強していく。これダブル、これかなりいいっすよ。この補強はかなりいい。で莫大な資材使うんで下手したら負ける可能性もあるっすけど、まあ、この時間以外に入られなかったら大丈夫。まあ、こんぐらいですね。で、これでもちょっと怖い。これでも不安だなっていう人は、このラピュタが怖いっていう人は、不安な人がたくさんいると思うんで、この辺から引っ張りましょう。こうやって。うわ、うわ、お前何やってんのお前。危ない！なんかいる！え？何してんのお前。なんでこんなとこいんの？なんでこんなとこいんの君。やばいやばい。え？出てくる出てくる出てくる。お前何やってんのお前。あぶね、出てきた、つけたつけた。あぶね。おい、なんだお前、やめろやめろ。何してんの。何してんのあの人。やばい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 。何してんのあの人マジで。やつを落とせやつを落とせ。あぶね、落とせ。オッケーオッケーオッケー。落ちた落ちた。乗ってくる乗ってくる。危ない、閉じ込めろ。あぶねえ、何やってんだこの人マジで。営業妨害だよ。あぶねえ、全然大丈夫、全然問題ない。あぶなマジで。あぶねえ、何やってんだこの人。なんで来ちゃったの。2個やばい。こうこうね。資材ないな、やばい。こうだな、よし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 。あお、やばい、もう資材ないからね、もう戦えないよ俺。あぶねー、もう無理だよ、もう来られたら無理。ほっこり2つ持ってます。この試合回復で勝てますね、大丈夫。さあ皆さんね、今日ラストのゲーム、私が見下したら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ジッジ、いや勝てっかな、打ってきそうなんだよな、すごいすごい打ってきそうなんだよ下の人。ちょっと怯えています今。怖いわー、怖いなー。でもう一回、これはアンチがやばくないこれ。見えますこのアンチ、これ。でもあらかじめここに集合って言ったら結構強くないですか。ここ集合でっつって、ピンポイントにアンチが分かったらみんなここ集合っつって、でなんかこのリテールかなんかで例えば集まって
でバーって資材回収して、ここにここにみんなで集まることができたら、もうここに巨大建築するんですよ。絶対勝てま勝つっすよね、これ。やばくないですか、ここピンポイントで。こんなにマップ広いんですよ。こんなにマップ広いのにこれ見えねえし、こんなにマップ広いのにこんなちごっとしかアンチないですよ。やばいっすよね。約束の場所、これね、これ特定できるようになったら強いっすよね。これ強いな。やばいな。やばい、撃ってきた。お前やっぱりやってくるか。やばい、折れちゃった俺。危ない、やばい、やばい、やばい。ああ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 危ない危ない、もうダメだ。ジジイ、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ジジイ、あいちゃいます。ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。それではさようなら、バイ。